さて次なんですけれども、奇跡のコラボが実現いたしました。ちょっと私からはどういうふうに説明していいか分かりませんので、この方をお呼びしたいと思います。奇跡の大出世を遂げた朝日放送テレビ株式会社事業局企画事業部部長、梶村幸三さんことジミーさんです。どうぞお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。コード伸びひんでアホ言うな。滝本さんおめでとうございます。あの僕知ってると思いますけど、ドラマーなんです。え、今日は出るんですか？いや、僕のドラマ聞いたら多分みんな泣くと思うから、うん、なんかね、あのさっき10年前はあの出てくださったっていう話を聞いて、はいはいはい、梶村さん叩かないんですか、どんなドラマ叩きはるんですかって聞いたら、ビートがない、リズムがない、何もない、そうそう、キレもない、ほっといて、いやそんな話だったんですが、はい、あの今日はですね、はい、バンドの皆さん準備を始めていただければと思うんですが、はい、じゃあ皆さんメンバー準備やってください。お願いします。あの今日はこう皆さんにそれぞれ滝本さんとの出会いとかエピソードを聞かせていただこうと思って、ちょっとあの簡単にあのメールとかでいただいたんでご紹介していきたいと思います。まず私なんですけれども、ものすごい若い時にマッシュさんに打ち合わせに行った時に滝本さんをご紹介いただきました。そしたら足を組んで、なんかこうすごいかっこいい大人という感じの方が座ってらして、フリーと書いた名刺を滝本ですと言ってくださいまして、もうすごいびっくりして、もうこんな大人の人見たことないぐらい本当に思って、あのフリーっていう名前の会社なんですかって間抜けなことを聞きましたら、フリーとは何ぞやという話が始まりまして、なんか全然緊張してて覚えてないんですけれども、とても長くお話をいただきました。なるほど、はいはい、その後私もずっとあのフリーで活動しておりますので、なんかわからなかったんですが、フリーランスであることの教授は滝本さんから学ばせてもらったなと今日までやっております。はい、はい、あの僕は、はい、滝本さんと知り合ったのは多分40年41年前ぐらいなんですけど、うん、同じセントマルクマンションいうところで、まあ豊かエンタープライズに滝本さんいらっしゃって、で僕らマトーとマッシュというのがあって、でそこに、僕らイベントやったことなかったんで、イベントやったことないのにイベント会社だったんですか？いや、その音楽プロダクションやったんですよ。はいはい、で滝本さんに演出の仕事をいうことでお願いして、うん、で初めて教えていただいたというのが縁です。それから滝本さんとはまあもちろん飲みに行ったりとかいろいろして、よく若い頃は兄弟みたいやねと言われたんですけど、本当の兄弟みたいな関係もありましたけど、あんまり今深く聞かない方が、滝本さん聞いてへんよあんまり。いいはい、てなわけです。言われへん言われへん。え、詳しく聞きたいですか？今名前出されへん。何でやねん。ご存知の方いらっしゃるんですか？ですか？いやいやいや、はい、またじゃあ後ほど聞きたいと思います。はい、そしてあの今日はこれからね、さまざまにあのバンドをご覧いただくんですけれども、はい、なんかバンド名が OJB バンドっていうんですか？はい、これはおじいちゃんバンド、おじいちゃん略して OGB。 なんでまああの平均年齢どのぐらいなんでしょうね。結構60歳超えてると思います。あ、はい、そっか、そうなんです。でただね、はい、リハの時は良かったんですが、今キーボードの難波くんかなり酔っ払ってるんで大丈夫かなと思ってます。なんかあの衣装もね、高知からねはるばる持ってきたのに、そうそう、もう着替えるのがめんどくさいと、はい、大丈夫ですか皆さん、スタンバイどうですか？もう少しかもうちょい、はい、はい、ナンバートイレ行きたい？え？トイレ？誰かあのペットボトルかなんか持ってった。どうですか？大丈夫ですか？ほんまにナンバさん、長いよ今から。そう。うん、あの行くんだったら行ってくださいよ。本当ですね。OK ですか？はい、じゃあお願いします。はい、それではお楽しみください。OJB バンドの皆さんです。どうぞよろしくお願いします。ですね、頭でなんか重い話してって言われたんですけど、まあタッキンと40年間付き合ってるけど、あんまり面白い話覚えてないなということで、今日はですね、替え歌にして
タッキンと最初にやったでかい仕事、まあ、本当はユニークだからしてたけども、大きな仕事をしたのはこれが初めてかなっていう、その愛媛県の海月の話もちょっと入れながら、歌を作ってみましたというか、あの替え歌にしてみましたということで、お聴きいただければと思います。タッキンおめでとう。
ナンパされたと思ったということですが、短そんだけなるほどね、はい、はい、終わり短いエピソードでした。マトです、よろしくお願いします。滝本さんおめでとうございます。今日はかっこいいタッキーのために松田優作の横浜ホーキンドッグブルースを歌います。題して滝本ホーキンドッグブルースということで、言いたいこといっぱいあるんですけど、一言だけ、ようこんだけじいさん集めたね、すごいねこれ。ほんま緊張するわ。グラスはブルースよ、例えばブルースなんて聞きたいよ。滝本ホーキンドッグ、ヘミングウェイなんかにかぶれちゃってさ、フローズンダイキリなんかに酔い知れてた。島村マニコって言うほどさ、滝本ホーキンドッグ、飯を食いながらオリジナルジョークなんて聞いたふうなこと昔してた。甘色の髪の若見忍さ、滝本ホーキンドッグ、あなたの影を探し求めて一人さすらったこの街角、北新地あたり昔の話さ、滝本ホーキンドッグ。Oh,
年前に滝本さんとおったんですよ。で、来たる喫茶店で訪ねた、君ら若いのに面白いな言うて声かけてくれはったんです。すごい先輩やな思ってたけど、二つだけ上やねんな。なんであんな偉そうやったんかなって。で、その時僕、その豊かエンタープライズを浴衣エンタープライズやと思ってて、風俗の会社やと思ってたよ。じゃあ変に若い子がいっぱい行ってるから、あ、こうやって風俗の人と友達になれたとか言うて滝本ハニタン。今日はこれぐらいしとった。お疲れ様でした。はい、トイレ、南波くんトイレね。あ、本当に、ほんまに行ってる、ほんまに南波浩二トイレです。めっちゃ急いでます。誰が言うと川崎さんが言うてる。あのね、とりあえずあの今トイレ行ってる間、はい、ちょっとエピソードじゃあ皆さんとのエピソードを紹介していいですか、ね、はい、ほんま滑舌悪い。まず、共演者、ギターの共演者、溝口さん、溝さんです。滝本さんとフレンドリーになりたくて神戸出身のアピールをしたものの、君の住んでいるところは本当に神戸ではない。ちなみに場所は神戸市灘区です。灘区は本当の神戸ではないと言われ、コテンパンに論破されてしまった。それ以来人に神戸出身と言えなくなりました。なるほど。いや、ほんまなんですよ。なんかね、あの昭和4年になんかあの西灘村と六甲村がっていうなんか話から始まって、気がついたらこれやばいなって感じになったんで、それ以来神戸出身と名乗らずに神戸方面に住んでますというようになりました。はい、ありがとうございました。言っちゃったんですけど、言っていいですか。もう全然。佐藤さん先にエピソード。はい、佐藤さんにいただいた滝本さんとのエピソードです。1987年頃、ダスキン全国大会の演出が最初に印象深く残っています。大阪城ホールで宇宙船がスタンド後方から飛び出す演出だったような気がします。多くの関係会社のスタッフが一瞬の驚き感動のために段取りやタイミングを合わせることの難しさを初めて知りました。滝本さんに最も影響をいただいた言葉は、我々は商業企画をやっているんだ、芸術とは違うという言葉、今でも座右の銘にさせていただいています。佐藤さん、お前聞いてるか。聞いてる。いや、あの、空いてないかと心配で心配で次言うな。トイレから帰った南波に。はい、トイレから帰ってきた南波さんです。滝本さんとの出会いは1997年の並早国体。一番の思い出はマッシュでの初めての企画書ハウステンボスでいろいろと相談に乗っていただき、さらに企画書に滝本さんの手書きパースを入れて仕上げられたことです。なるほど。という、はい、真面目やんか。意外と面白くなかったです ね。面白なかったって金谷、なんかエピソードあるか。ドラムです、マイクお願いします。僕はですね、とある電機メーカーさんの華々しいところから地に落ちるところまでを一緒に経験させていただきまして、はい、そこが一番やっぱり全然聞いてませんね、滝ね、はい、滝本さん全然聞いてない。本当に全然聞いてない。斉藤ちゃん、斉藤ちゃん、もう死後に夢中です、二人。滝本さん、喋言うてんの誰も聞いてくれてんの、滝本さん。もうダメ出しですね、これこそね。はい、はい、じゃあいいかな、うん、準備 OK やから。はい、はい、それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。
こまで椅子にこだわらずにいておくれ。それでもタッキンが望むなら竹すえも待ってる。いつまでも「いつまでも」「あの時マッシュも若かった」まだ飲んどるしな、はい、タイガー&ドラゴンという原曲なんでございますけども、タッキン&ドラゴンに変えてみんなでむちゃくちゃにしてみましたんで、一回聴いていただきたいなと思うんでございますけども、はい、最後の曲でございますので、はい、最後の曲でございますんで、はい、最後のもうええっちゅう、いきましょうか。乗り越えればローソン
願いします。お願いからアンコールしてください。すいません。ありがとうございます。アンコールもらいました。はい。はい、じゃあちょっと休まなあかんと思うんで、はい、その間にですね、古賀さんからのはいはいはい、エピソードをいただきたいと、はい、ご紹介したいと思います。はい。ね、台本めくる手が。大丈夫？大丈夫です。はい、古賀さんからのエピソードです。ちなみに初めて豊かエンタープライズに面接に行った時、大西さんの問い面に滝本さんと島ちゃん、島村真理子さんが座っていて、はい、和んだ程よい時間に、滝本さんと島ちゃんはご夫婦なんですかと尋ねたら、はい、滝本さんが誰がこんなブスで田舎者と結婚すんねんと言って、はい、島ちゃんが滝本さん言い過ぎちゃいますの、私かて選ぶ権利があんねんってマジで喧嘩をしだした1時間ぐらい。なるほど、ほんまですか、はい、滝本さん、ほんま、はい、ほんまみたいですだそうです。あと時間あるんで、はい、次の、ね、もうないですよ、バンドは、はい、これでおしまいですよ。わかりました。はい、さあ、ラストの皆さんが揃ってアンコールの状況ができたようです。佐藤、この曲はみんなで歌った方がいいんかな。そうですね、竹内まりやさんの静かな伝説という曲で、歌詞をみんなで声を掛け合いながら作詞した、まあ替え歌といえば替え歌ですけど、最後みんなでシンガーズできたらなと思うんでございますけど、このジージー言うてるのは何でしょう。あ、ジージーですね。ジージー、はい、はい、あ、シールドがわかんないね。竹本さん、見やんでも大丈夫ですか。あ、なんかダメ出し来ました。ダメ出し竹本さん緊張してます。マジでタッキンを叩いたりすると、うん、どうやろと思いながらみんなで、言葉を紡いでみました。はい、僕らの希望となる。カメの優しさを讃えてくれ、カメの勇気を人知れず尽くした。眠らせてくれ、ミーティング長すぎる。涙に耐え忍んだ照れくさいこの愛を、未来を生きるみんなの力となる。
追いかけてきた滝のその笑顔、共に生きる僕らの地上となる。勝手くれ彼の関係の人間もよくやったね。まあまあ、橋岡か。高知ね、田舎の人間の2人が広島とか高知とかね来てくれる人間もよくやったね。もう大変なのドラムやね。ベースを作るっていうドラムが大変なんだよ。中原がよくやったね。ということで皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にメンバー紹介をいたします。ベース&ボーえ一応させてください。ベース&ボーカル佐藤和弘さん、拍手。エレキギター、水口かおるさん。あれキーボード、南波浩二さん。酔っ払い。ドラム、中原金也さん。鹿島英吾。アコースティックギターとボーカル、宮城忠さん。宮城さん。そして、アコギと、
ボーカル麻藤よしきさん、麻藤以上のメンバーおじいちゃんバンド OJP バンドがお届けいたしました。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。早く帰って次やるから皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。もうさて、ここまでのアトラクションタイム、司会はジミーと山崎純でお届けいたしました。どうもありがとうございました。この後少しの間ご歓談タイムをいただきまして、後半また古賀さんと大川さんにマイクをお返しいたします。この後もごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。